抜刀斎の頬にまだ十字傷はあるのか。これは警察に対する明らかな挑戦だ。一体誰がこんなひどいことを。まさか。だったらどうする。やはり話すべきでござるな。首謀者の名は幸四郎縁西、拙者がこの手で惨殺した妻日村巴の弟でござる。え、あんな辛そうな剣士初めて見た。さあ陣中の時間だ。これ以上他人を巻き込むのはよせ。苦しめ苦しめ。俺の仇はお前一人ではなくお前の全て、このクソみたいな国の全て。私は剣心を殺しても玉井さんは戻ってこない。一人で戦うなんて身内さえで。これは俺の仕事だ。玉井さん、ついにこの時が来たよ。立て抜刀斎。お前を止めねばならぬ。るろうに剣心最終章ザ・ファイナル。新作映画 PR ステージ。さあ長らくお待たせいたしました。ここからはですね、各新作映画の PR ステージとなります。よろしくお願いします。ということで先に自己紹介から行かせていただきたいと思います。私映画チンピラジャガモンの斉藤です。よろしくお願いします。そしてこの PR を通して、MC します。こちら、はい、あなたの耳の恋人松井咲子です。よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いしま す。そしてシャベンジャーズさんお願いします。はい、ドラえもん大好きアメコミ大好き新見まさしです。お願いします。はい、フィギュア大好き花沢美です。よろしくお願いします。どうも、時代劇大好き八木源十郎です。イエイイエイ。さあ、ありがとうございます。お願いします。はい、ということで、今回ワーナーさんから予告編をお借りしての、PR ということで、まあ試写会にね、ビギニングの方の試写会に、僕ら4人は行かせていただいておりますので、感想を話していきたいと思います。もちろん、ね、ネタバレなしでございます。最初にですね、咲子さんどうですか、るろうに剣心実写版に関してなんか見たことあったりします？はい、あの過去のは拝見しました。まだ新しいのは私は。ね、見てないんですけれども、はいはいはい、やっぱもうアクション、うん、すごさじゃないですか。だから今回も本当にとんでもないことになってるんじゃないかなっていう期待が大きいですね。いやー、アクションもね、その1個前のザ・ファイナルも含めてえぐいレベルに進化してるわけなので、うん、まあ、ちょっとネタバレなしで主にまあビギニングの方の予告、あの感想も含めてちょっとお話できればなと思うんですけども、うん、じゃあどうですか、新見さんいかがでした、ロケンは。ね、え、僕もコミックス原作読んでるんですけども、ファイナルは特にその映像化した時の美しさというか、うん、迫力がもうビシビシ伝わってくる、うん、もうで大満足ですね、そこのアクション面というか表現、うん、でビギニングの方で言えば、はい、より表現が丁寧、描写が丁寧、うん、そうね、特に僕好きだったのは手が結構あのアップで映るシーンとかが何回かあるんですけど、うん、そこが大好きでした、うん、だからちょっとザ・ファイナルはエンタメ、ゴリゴリエンタメの大作って感じで、はい、ビギニングはちょっとこう、うん、ヒューマンっていうか、ちょっとエモーション全面やからね、え、そうそう、トーンが落ち着いてなおかつ違う良さがあるみたいな映画でしたね。いやー、素晴らしかった。すごい。あゆみんはあれですね、佐藤健さんのファンということで、佐藤健ちゃんのみたいいかがでしたか、あゆみん。そのビギニングは見たらまた最初から見たいなってやっぱ思って、うん、ルローン剣士映画の最初、そう、最初からもう一回見直したいし、うん、そのファイナルは、え、これもあれですもん、ネタバレダメなんですもんね。そうですね、これも、うん、あの
佐藤健さんファンからすると、まあいろいろ、あ、もうありがとうって感じのことがいっぱいありましたね。気になる。なんだろう。さんも。あゆみんだいぶ上がってたもんね、あとある場面でね。とあるところで、あ、ありがとうございますってなりました、本当に。うわ、気になる。確かに、なんか。あ、ファンわかんないです、どこかわかんない、なんでだろうな、なんかあれだよね、ちょっとこう MCU っていうか、あのアメコミ映画風のなんかちょっとあるよね、なんか、そう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 、そのね、あ、この人ありがとうございますって、そうです、そうです、あれ伝わってない、ゲンちゃんとニーミンは。おかしいな、おかしいな、終わった瞬間熱量すごかったはずなんだけど、一番言ったら上がるとこである、わしも何とも言わない、そうです、確かに一番言っちゃいけないからね、うん、ぜひ、ね、皆さんに来てほしいってなっちゃう、そうですね、ザ・ファイナルの方はね一応絶賛公開中ですからね、ゲンちゃんどうですか、時代劇ファンとしても。いや、あのね、僕ももうルローニケンシン何回も通して読んでるんですけど、うんうん、あのね、とにかく一番僕感動したのがね、原作のセリフを8割ぐらいそのまんま使ってるんですよ。いや、まんまだったね。なので、今までいろんな漫画原作の絵があったと思うんですけど、うん、多分もう、忠実再現で言ったらトップクラスですね。トップクラスはもう1位です。しかも原作でやってない、描いてない、でもここ見たかったなみたいな部分をやってるんですよ。もうね、100点超えてますね、うん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 、これは。だから、3番目ぐらいかな。なんか特にあれですよね、ビギニングの方はなんかこうちょっと大河ドラマテイストというか、そうなのよ、ちょっとこう完全時代劇、これはもう時代劇撮りたかったんやろなっていうのがもうひしひしと感じる。そうなんですよね、まあ大友さん自身がもともとね、大友監督自身が NHK でね職員やられてて、で龍馬伝とかもあって11年かかってこの幕末物語を11年かけて終わらせに来た感じがありますよね、ビギニングで。そんな感じだ、本当そう。龍馬伝でもあの顔のドアップが多いのよ。はい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 。対話をするときに人のアップみたいな撮り方するんだけど、今回もそんな感じで結構撮ってるとこ多かったから重厚ですよね。会話を聞かせるなっていう。そうなんですよ、濃密なね展開がありましたね、ビギニングの方は。いやー、ほんとそれが素晴らしかった。いやー、そうなんですよ。いや、ちょっとこれはまたね、6月になっちゃいますけど、皆さん待っていただいて見ていただこうという、るろうに剣心でございますけども、ここで実は抽選会をこの後予定しておりまして、はい、そのるろうに剣心、まあ、ワーナーさんから今回提供を実はプレゼントしていたださせていただいてるんですね。ありがとうございます。で、これご視聴今見てる皆様に当たるように、Google フォームを使ってですね、抽選をしますので、そのどうやって抽選するかはこの、PR ステージ全て5作品終わった最後に発表しますので、ここではルロケンの何が当たるかをちょっと咲子さんからご紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、はい、任せてください。るろうに剣心最終章ザ・ファイナルザ・ビギニングからは、うん、なんとオリジナルクリアボトルを5名の方にプレゼントいたします。あゆみ欲しい応募しなきゃ、ちょっと我々も応募してみる、いいんですか、まあ、一応はい、ランダ抽選なんで別に応募していただいてもいいですけども、やった、うん、めっちゃ欲しい、欲しいよね。はい、これ画像が今 YouTube の方に出てますので、これぜひ皆さん PR ステージラストで、紹介をさせていただく応募フォームに載っていただいて、ぜひ応募してください。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。というかすごいちゃんと、はい、ボトルに十字傷が入ってるオリジナルクリアボトル、めちゃめちゃ欲しい。これ、ね、いいですね。普通にいいの、あげちゃっていいのと思ういや本当にね、うん、はい、なので、でもちょうどね、はい、5人だから、ここで分けないです。欲しい。ありがとうございます。欲しいくらい。めちゃめちゃいいやん。いやいや、決定してないのよ。採用したいんですか？何ですか？採用したんじゃないですか、今の案。してないです。ここ抽選会今始まってないし、はっきりと対象外です、僕らは。あー、ダメか。喧嘩ならへん。すいませんね。
ということでちょっとあっという間なんだったんですけども、最後、今回ワーナーさんから提供していただいたルロケンの、メイキングアクションシーンのメイキングプラスビギニングの予告編を、この後流して、その後次の PR ステージ地獄の花園に移っていきたいと思います。なるほど、はい、では皆さん、シャベンジャーズの皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。 VTR Q。 歴史を塗り替えてきたあの大ヒットシリーズ、るろうに剣心がついに完結。最後の敵は十字傷の謎を知る男。さて抜刀斎、究極のクライマックス、ザ・ファイナル。お前を止めねばならぬ。そして物語は時空を超えて、るろうに剣心最大の謎へ。あんだけ人を殺めても、あいつの心の中には汚れ一つない。このままずっと人を殺め続けるおつもりですか。なお、巴です、雪代巴。なぜ剣心は二度と人を斬らないと誓ったのか。どんなことがあろうと、あなただけは絶対に斬りはしない。るろうに剣心最終章、ザ・ファイナル、ザ・ビギニング。その時恋に落ちた。私は田中直子、この会社で素敵な OL ライフを生きていく、そう決めた。僕年が早いんだよ。え、おまわりさん呼んだ方がいいかな。華やかな OL の世界、裏では OL たちによる派閥争いが繰り広げられていた。やれるもんならやってみろ。笑わせんなよタコ、踏み潰すな。そこに現れた一人の中途採用 OL。 まだ上がいるなら今連れてこいよ。片木の OL には関係のない話。 OL 戦国時代の幕が上がる。あの方って何されてる方ですか。総務部、お願いだからまだ死なないでね。私がやられるわけないじゃん、誰だと思ってんの。ブシュってやってたから今手ベタベタだと思うんだけど。全員まとめて殺してやる。私は日本の OL のてっぺんに立つ。
地上最強の OL になりやがれ。てめえ二度とピラティスできない体にしてやろうか。なんで私がピラティスってんの。彼氏欲しい。果たして素敵な OL ライフはつかめ取れるのか。地獄の花園。表出ろや、ね、ちょっと待ってて。なんかね、ここのお題払ってくれるんだって。私もだいぶ慣れた。2地獄の花園 PR ステージ。さあ、ルロケンに引き続き予告編流させていただきました。今回のメンバーですね、まず MC 松井咲子さん、よろしくお願いします。お願いします。そして今回地獄の花園予告編じゃないや試写会でですね、事前に見たアメコミトークライブシャベンジャーズ花澤由美さん、そしてもっちゃん、そして今日は初登場コンテンツ全部見通です大島くんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、咲子さんはねまだ本編、見てない状態ですけど、実は監督の関さんとねつながりがあるんですよね。そうなんです。もともと私パフュームさん大好きで、もうやっぱパフュームさんとかサカナクションさんのミュージックビデオを撮ってる偉大な人っていうイメージだったんですけど、うん、そのグループ時代にミュージックビデオを撮っていただいたことがあって、おー、そこからすごく、もうその前から大好きだったんですけど、うん、だから本当に今早く見たくてしょうがない。もう皆さんが羨ましいです。そうですね、咲子ちゃん、あの、うん、俺らはね先に見たのよね。え、羨ましい、うん。どうだったか聞きたい。ねえ、ネタバレなしでうまくじゃあ話をしていきたいと思うんですけど、はい、まずじゃあもっちゃんどうでした、はい、地獄の花園。地獄の花園めちゃくちゃ面白かったね。面白かったよね。はい、本当なんかあの女優さんいっぱい出てくるじゃないですか。で見た子それぞれなんかみんなねドスの効いた声で怒号を飛ばして気持ちかったね。もうアクションもあのこんな細腕で殴れるのかなってぐらい、ね、の方もいましたけど、うん、それでももうかっこよくアクションをして今まで見たことない姿が見れましたね。いやー、わかります。あのこう女性が怒号を吐く感じね、気持ちよくアウトレイジ見てるような感じの気持ちよさありましたよね、うんうん、はい。じゃああゆみんはいかがでしたか、地獄の花園。なんか女性のアクションがめちゃめちゃかっこよかったですね。なんか女性だけだけどすごいもう見入っちゃった、ね、めちゃめちゃかっこいい。なんか意外というかこんなにアクションされてるのあんまり見たことないっていう感じだったんで、うん、意外でしたね。あ、この人もアクションするんだ、この人もアクションするんだみたいな、うん、あとちょっと面白いところもあったからなんか笑える、笑えた、ね、クスッと笑えるあってめちゃめちゃ面白かったですねこれ、うん。なんかあの、うん、オチ的なのもいいよね、ラストのね、うんうんうん、めちゃめちゃ良かった、うん、そこも含めて笑えるということで、はい、さあ、じゃあ今女性のね感想が続きましたけども、大島くんどうでした、地獄の花園。はい、僕はあのバカリズムさんがもう本当に信者っていうぐらい大大大好きで、うん、あの格 OL 日記とかも最高に好きなんですけど、はい、バカリズムさんどんだけ OL いじるの好きなんだよっていうのが確かにもうライフワークだね。最高で、うん、いやそうですね、だやっぱりなんかフェチというか観察眼みたいなのが本当にすごくて、うん、でなんかヤンキーものっていうのもいろいろこう歴史がある中で、うん、本物のヤンキーなんて僕ら生で見たことないからどうやって感情移入したらいいんだろうっていうものに対するこうアプローチとかがいろいろ今日から俺はとか、うんうん、あの咲子さんのねもともとのグループでやられてた魔術科学園とかいろんなものがある中で、なんか感情にかっこよくしつつ抜くところは抜いてっていう両方の部分で、あの強いところも笑わせるところも両方極致までするとこうなるんだなっていうすごい設計感覚だなっていう。で監督でね、関さん連れてくるっていうのも本気だしっていうのは、だからなんか結構半笑いで見に行く感じの映画かなと思いきや、うん、超頭よく作られてるから、うん、割となんかね、バカリズムさんおよび関さんおよび制作陣の手のひらでもう転がされちゃえるタイプの映画だなっていう感じですよね。ですよね、うん、なんかこっちがちょっとバカにする気持ちで見に行ったらこっちがめっちゃバカにされてるっていう構造なんで、あのこっちが思うことをちゃんと予測してというか加味して作ってる感じめちゃくちゃありますよね、うんうんうん、
で意外と日本のコメディでこういう作られ方ってしたものって結構成功したものほとんどないんじゃないかなと思ってて、超レベル高いことをやられてるなっていうふうに思いました。そうだよね。だからさ、難しいのがさ、今みんなで面白かったよねって言ってるけど、なんか変な、変なハードル上げないで言ってほしい気持ちもちょっとあるというか、その、そう、あとその見てない人、あ、そういう面白さなんだって思ってるのの面白さとは違います。それじゃないです。はいはい、すごいね、なかなかね、言いたいけど言えないこともあります。そうなのよ。もやっとしたら、ははは、そういう感じかって思ってるとしたら全然違います。それじゃないです。だから僕もね、なんかね、ちょっと油断してたというか、で、予告編見ずに僕は行ったんですけど、結構ハッてなるとこありましたね。うんうん、なんかどうですか、バカリズムさんらしさもすごいですよね。誰らしさ、すいません、あの、カタロウとバカリズムさんらしさがすごい、ね、すいません、あの、僕めっちゃファンなんで、カタロウと思えば当たれちゃうんで全然、あの、はい、公開されてから自分のチャンネルでやります。ああ、ちょっとそれはそれで見たいし、はい、どうですか、ちなみに皆さん、あの、推しのキャラというか、この人良かったなとかあります？じゃあね、いっぱいいると思うんですけど、どう、もっちゃんとかどうですか、推しのキャラね。ちょっと悩みますね。むずいよね。でも、あの、やっぱ今回広瀬アリスさんが、はい、そのいわゆるそのなんでしょう、 OL の中でもういきなり入社してきて、はい、そのもうめちゃくちゃな強さをね、うん、見せつけるっていうのは予告とか、あの、あらすじでも言われてると思うんですけど、やっぱ今回広瀬アリスさんかっこよかったですね。いや、わかる。なんかね、いや、もともと好きですけど、今回見てよりなんか、はい、こう、いや、なんか普段からこういう、どう言ってんじゃないかぐらい、こうなんか自然なというか見事だったっすね。うん、わかります。そう、あの、私、あの、骨格が、自分の体型が骨格ストレートっていう、まあ、ちょっとがたいい感じの骨格なんですけど、広瀬アリスさんもそうで、だから骨格ストレートの希望だなと思いながら。骨格ストレート界の自覚あるから、はい、骨格ストレート界の希望だなと思って。あとね、まあ、ちょっと最後衣装がチェンジするところがあるんですよね。まあ、あんま言わないときますけど、はい、広瀬アリスさんの衣装がこうチェンジするところ、あ、あれすごかった、そんなあると思って、うん、まあ、これはもう劇場でね、ぜひ見ていただきたいですね。見たい。咲子ちゃん、これ辛いね。めちゃくちゃ見たくなる。いや、そうですよ。皆さんには浮かんでるんだろうなと思って、絵が。そうね、すいませんね。早くそっち側に行きたいです、私は。ね、まだちょっと時間があるんで聞きたいんですけど、あゆみんどうですか、推しの登場人物います？ね、いや、私は広瀬アリスさん推しだったけど、でも菜々緒さんもすごい、ああ、いいですね。よかったですね。ああいう人、あ、知ってると思っちゃ、いるいると思っちゃいました。うん、リアリティある。あのメイクね、この、はいはい、うんうん、ほとんどマッドマックスみたいな感じですもんね。そう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 、マッドマックスだった、ね、とかマリリン・マンソンとかみたいな、ね、感じですけど、本当にマッドマックスしてたな、確かに。それがね、似合ってしまうっていうのがね、さすがですね。めちゃめちゃかっこいいと思って、やっぱスタイルもいいから余計に目がいっちゃうというか、そう、なんかスタイルがこう美しく映るように撮ってましたね、うん、監督もなんかね、うん、いや、わかる、菜々緒さんも捨てる、いや、難しいね。そう、なんか追ってって言われるとちょっとね、難しいんですよ、ね、難しい、むずいですね。どう、大島くんいる？いや、僕はもう全員好きですけど、まあ小池栄子さんがいやかっこいいんだけど、その今まで見たことある小池栄子のかっこよさってもう全部見たことあるつもりだったじゃないですか、10パターンぐらい。はいはい、はい、わかります。全然違った、そのまだまだあるんだっていう、ね、あ、そのパターンもあるんだみたいな。すごいよね、かっこよくなり続けますね、あの人はね。いや、本当に思います。うん、あとおじさん、ちょっと鬼滅の刃意識してたかなって思っちゃった。ああ、なるほど、ね、あ、なるほど。気づかんか。あと、エンケンさんが名前の健一さん率いるおじさん三人衆とかが、あの、おじさんがおばさんの役やってるっていう意味不明な設定なんですけど、なんかそのガールズムービーとか、そのシスターフッドものとかすらいじってるというか。そうっすね、超俯瞰で見てるね。これ思いついてる人世界でもあんまいないんじゃないかなっていう、おじさん俳優の使い方で、そこもバカリズムさんらしい視点でしたね、うん、はい、いや、ちょっとお時間あっという間でございまして、さきこちゃん十分ね、見たいと思ったと思うんですけども、見たい、ね、これ実は抽選のプレゼントも実はあのワーナーさんからいただいておりまして、はい、抽選方法は最後に発表させていただきますが、さきこさんの方から紹介お願いしてよろしいですか、商品。はい、地獄の花園からはオリジナル T シャツを5名様にプレゼントします。めちゃくちゃ文字日付まで入ってます。
おお、これ5名の方にプレゼントいたします、はい、応募方法後ほど説明させていただきますので最後まで見ていただけたらと思います、うん、はい、ということでちょっとあっという間でしたけども地獄の花園ステージ以上になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。このまま予告編が流れます。ここで生き残るには絶対に音を立ててはいけない。You won't survive. We have to try. 音を立てたら超即死。クワイエットプレイス破られた沈黙。クワイエットプレイス破られた沈黙ステージ。あ、ごめんなさい、 C でした。クワイエットプレイスマスク、いいマスク。すみません、大島くん喋らないつもりかなこれ。喋らないかな。ネタバレ喋っちゃいそうなんで。ネタバレ、ね、そうなん、今回ね、ネタバレがねお手厳しいと言いますか。結構喋っちゃいけないことあるので気をつけながら。いや、僕とか斉藤さんとか危ないですからね。いや、俺とか心配だわ。だから早くあんこさん入ってきてほしいんだけど、あんこさんね、アナログ人間なんて入ってこれてないんですよ。これ試写でねいただいた素晴らしいグッズだと思います。今の時代にも即しているですね。ね、かっこいい作品のテーマ性もあるし、その今の情勢というか、そのね、世の中のコロナ的なことも全部合致してるというか、ね、超おしゃれですよね。ねえ、すごいいいと思います。はい、ということでこの PR はですね、さきこちゃんね、あの一緒に試写会行かせていただきましたね。はい、そうなんですよ。どうですか、いかがでしたか。もう早速行きましょう、感想。はい、あ、いいですか。はい、もちろんです。私あんまり普段ホラー映画を映画館で見ることって実はあんまりなくって、そうなんですけど、これは、まあ、前作も映画館で見たんですけど、やっぱその会場の雰囲気がやっぱ他の映画と違う。違うよね、見てる私たちも音を出さないようにとか、もうポップコーン食べてる場合じゃないと。いやそうな、俺買っちゃったんだよな、あの1個ポップコーン。いや斉藤さん、いや本当試写同じ回でしたけど、何やってんだろうなって思って、思いましたよ。いいじゃない、買ってもいいんだから。フルタイプの、いや分かってるでしょって。そうそうそう、分かってたんだけどね、ごめんなさい、買っちゃいました。でもそれぐらいのね、内容ですよね、さきこちゃん。なんか私たちまでなんか緊張感もありますし、で会場感の一体感、もあるし、その臨場感もすごいし、本当にここまで音を大切にしてる映画ってないんじゃないかなって思うので、いや、そうですね、ぜひこの映画こそ映画館で見てほしいなっていうのはすごく思いましたね。なんかやっぱりどうしても映画館で見る映画ってこうね、派手な爆発ガンガンあるような映画というイメージもありますけども、この逆のねやつも映画館らしい作品ですよね。はい、あんこさんが、あんこさん、あの大島くんのつかみと被ってるんで、消えた。あと聞こえにくいです、あんこさん。あ、聞こえる聞こえる。あんこさん、今日初めましてなんで自己紹介お願いしていいですか。はい、どうも、映画大好きピン芸人、あんこです。パニパニョー、沈黙は破られた。わー、破られました、ありがとうございます。実際音割れてますけども。音めちゃくちゃ割れてますけども、ごめんなさい。いえいえ大丈夫ですよ、無事入れてよかったです。今ちょうど咲子さんの感想を聞いたところなので、はい、あんこさんは、はい、鳥で行きたいと思うのでお待ちください。お、ハードル上がる感じやめてください。いやいや、もうだって芸歴的には大島くんより先輩ですから、あんこさんの方。ちょ、まずはこう、ね、タイタン大島くん。ちょめちょめから申します。はい、あの試写みんなね同じ回だったんですけど、はい、あのすごいいい会場で見たじゃないですか、スクリーンも大きくて、もう音も最先端の劇場で見ましたけど、あの引き算の演出というか、音が静かだっていうことって、音響の良さって関係ないのかなって思うと思うんですけど、もしかしたら関係ありますよね。ありますね。あのできるだけ静かなので見た方がいいし、風とかがさーってさざめいてるところとか、沈黙も音響がいいといいんだなっていうことをすごい、あのゼログラビティぶりぐらいにちょっと僕は思いましたね。はいはい、確かに。だからこれ お家で見ながら、外救急車の音とかも最悪の、環境ですよね、その状況で見るのは。
そうですね、だから1話ね、配信とかソフトとかで見てからね、復習していかれる方が多いと思うんですが、うん、2話できるだけですね、近隣の音質が良さそうな劇場を調べていくのが個人的にはおすすめかなと思いますね。そうですね、うん、体験ですねこれはね。だ、僕らも、いや体験、IMAX でね見させていただいて、そうですね、よかったよかった、とても、うん、だからあのほら IMAX さ、いつも予告編でさ、 IMAX の予告編なんか針の落ちる小さな音もとかってあるじゃないですか、静かないい音響ってなんだろうとかってね、あの作品見ないとピンとこなかったりすることあるんですけど、うん、クワプレまさにその、うん、まさにそのことだって感じしますよね、うんうんうん、で、まあ、これあんまりネタバレになるからちょっとね我慢しながら言いますけど、前回もねこう音によって敵と戦うっていうところがあったっていうのが、うん、今回ももちろんそれ忘れてないし、パワーアップしてるよっていう部分とかもありますから、うんうん、やっぱ音がキーワードですね、プラスでもマイナスでも攻撃でも防御でもというか、うん、そうね、音をこれだけ考えてるのに音楽とかの映画ではないっていう、いや確かに奇妙さっていうのはね面白いですよね。その作品内でも音が非常にねキーワードになってきて、うん、で 音に関しての話ですもんね、キャラクター設定も含めて。そう、あとあのちょっとだけ細かいことで言うと、その前作だと結構限られた空間だったじゃないですか、出てきたのが、うん、その家族が住んでる家の周りというか、うん、なんかそれが割とね、彼らがどこに住んでるのか分かんないですけど、アメリカだとしたら、うん、こうアメリカの地形というものを、広大な地形というものを連想させる作品の広がりっていうのをすごい感じて、うん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 、なかなかそのなんだろう、学者さんとかが見てもこれ結構正しいって言うんじゃないかなみたいな。なるほど。ちょっとなんか地理学的にもすごい面白いなっていうところがあって、割となんかおバカ映画と思われがちかもしれないんですが、賢い人が見ても面白いんじゃないかなと思ったりとか、うん、そうですね、だから具体的なこれ現実的にどうなのとか考え、そうそうそう、突き詰めてっても正しいというかね。そうそう、結構リアルなシミュレートがされてるなって思って、ね、いろんな人の感想を聞きたいタイプですね。そうですよね、うん、その、うん、さっきの大島くんの、ね、世界の広がりっていう意味で言うと、ね、ネタバレなしで言うとまだまだなんか続けるべきというか、こう、うん、内容的にも、あ、そうなんですよ、ね、そうそうそう、斉藤さんたちとね直後に喋りましたけど、うん、これドラマでね何シーズンもやってくれよっていう話で、そうそうそう、シーズンまたいでやれるだろうっていう2で終わりなわけないだろっていう話なんですよね。そうなんですよ、そうだから2を見とかない手はないんですよ、絶対続けると思うんですよね。いやこれは間違いなく続けるでしょう、内容的には、うん、なんで2でリタイアするのはとてももったいないので、うん、ぜひ皆さん見てください。そうなんですよ、まだまだねこう続きが感じれる、うん、っていうか、うん、続けてもらわなきゃ困るぜっていう、いやそうなんですよ、気になっちゃってるからこっちは、わかる、毎回、うん、毎回没入しちゃってるからね。だってもう、あ、ドア玉の場面からそこからなんだも思うし、あーそうなんですよ、それ言っていいのかな、ね、ダメですよね、具体的には言えないですねこれ、うん、まあでもその、うん、ワンカットだけでね、おまだこの世界まだこれだっていうね、信号機のあれっていう一と対になってますもんね、あそこはね、とか。そうなんよ、すいません、これ見てない人へのハラスメントになっちゃうないや大丈夫ですよ、難しいからね、うん、はい、すいません、僕長々喋っちゃいました。いえ、ありがとうございます。じゃあちょっと浅井企画、あんこさん、はい、大島くんにほぼ全部言われちゃいましたねいや、まだな、あんこさんまだあるじゃないですか。そんなことないと思いますよ。いや、でも本当にやっぱその僕正直ワンよりこのツーの方が大好きで、いやあんこさんはそうだろうね絶対ね、そう、もう本当になんかもう見たいものが見れたというか、ワンで描きれなかったことをこう見せてくれたっていうものがあったし、うんうん、あとはその何ですか、もうやっぱオープニングからちょっと心つかまれたというか、うんうん、そうだね、あれずるいずるいですよね最初にあれ映すのね、いやちょっとあのつかみは最高すぎるなという、うん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 、いやもうそこはなんか最初からもクライマックスみたいな感じで、でその先からまた新しいものを見せてくれたっていうか、うん、今こう続いてって、でやっぱ今回そのねお子さんも頑張るというか、はい、そうだね、やっぱ家族のまた新しい一面というか新たな一歩というかね、なんかそういった一面もこう見せてくれるこのねところもまたこう心震わされたっていう、そうだよね、だからなんかまあこれむずいな言い方が、なんかその、うん、主人公は誰なんだろう的なね、うんうん、問題というか、ね、そこもこう考えてると、うん、あのワンとセットでね見ると非常に楽しめる内容ですし、うんうん、あとなんか
配給さん結構情報をうまくしゃなんか小出しに、ね、いやそうなんですよね、されてるからこれ聞いたところによると1を見てない方のために2はそんなに出してないんですって今。なるほど。だから優しいんですよ、その1みんな見たよね、当たり前だよね、だからこれは言っちゃうよっていうことを今してないようなんですね。はいはいはい。なんでぜひこのタイミングで1を見て、で1も一応仕掛けっていうかサプライズ的なね、うん、ところもあるからそれを踏まえて2を絶対見ていただきたいなっていう感じがありますよね、うん。あと素晴らしいのが1って僕見返してみて気づいたんですけど、ええ、結構サクッと見れますよね。いや結構ね、そうそうそう、すごい構造が分かりやすくて、なんか2の準備として1サクッと見るっていうのは結構手順として簡単だと思うんで、うん、絶対この映画館に行けない間に配信で1を見るべきだなっていうふうに思いますね。このおうち時間だからこそなんですよね、うん、であれだね、ヘッドセットとかしたらいいかもしれないですね、おうちで1見るなら。そうですね、できるだけ耳をね塞いでいただけるといいかなと思いますね、うん、そうなんですよ、ぜひねこちら楽しい、まあちょっとね、あの本当にいろいろ喋れない話が非常に多いので、うん、ぜひ皆さん、ネタバレ踏まずにですね1から見直していただけたらと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、うん、はい。公開されてからねこのメンバーで1時間ぐらい喋りたいですね、またね。あ、そうそうなんだよもっと言えるようになったのそうなんですよ、投資ね、このアカウントでもいいし、なんかね、でちょっとね確かに今回あ最高クワプレさんの景品も実は用意していただいておりまして、そこでここで紹介したいと思うので、さきこさん紹介よろしいでしょうか。はい、クワイエットプレイス破られた沈黙からは1作目のブルーレイと、おー最高だ、大島さんとあんこさんがつけてるマスクの2枚セットを3名の方に、そしてオリジナルベストとマスク2枚のセットを1名の方に。すごい、オリジナルベスト、さらにさらに、はい、あそうですよね、おしゃれな、そしてそのマスク4枚セットを3名様にプレゼントします。すごい大盤振る舞いですね。そうなのよ、ありがとうございます。あれこれさきこさん合計何名になってるんでしたっけ今。合計、7名の方ですね。7名、はい、プレゼントいたします、ね、活用できるものがあるのでマスク、うん、今ねまさにぴったりですよね。これすごいぴったりなんでね、この外にあんま喋んないで飛沫しないでみたいなね、うん、メッセージ性もあるので、うん、あんこさん、はい、つけ心地はどうですか。いやこのねやっぱ質感がいい、多分かぶれないですねこれつけててずっと、うんうんうん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、ちょっとなんかすねかしたみたいになってるけど、今の何だったんですか、今の何だった、今の何だろう、わかんないですけど、なんか面白く言ってくれるかなって思って。怖い、なんか声出していいのにクワイエットになってしまいましたね。うん、そうなんだ、クワイエットに行ってしまいました。あれが襲ってきたんでしょうか。そう、あんこさんね、マスクと音割れで非常に聞き取りづらい時があるので、地声がでかいんで。そうなんですよ、ブレブレしちゃった。あの違いできるんですか。だってさきこちゃんとあんこさんは初絡みですか、もしかして今日。あ、そうですよね。そうそう、あ、試写会でちょっとね一緒でちょっとご挨拶したぐらい、はいはい、オーンと初ですね。でもそうです、でもあの、はい、やっぱこのクワイエットプレイスの試写会でみんなちょっとテンション上がっちゃって、うん、あのもういつも行く東宝シネマズのところで初めて来ましたみたいな写真撮りましたよねみんなダサかったねあれ写真撮ってる時にあれなんで撮ってんだろうってなりましたもんね。イエーイみたいな、東方シネマズじゃないんだよ、来たよみたいな写真撮っちゃって、クワイエットプレイス要素なしでね。画面がねクワプレだったらいいんだけどね。確かに試写だったんでね、それがなかったからっていうのですけど、普通に東方に興奮してる4人だったもんねあれ。まああんまり行けない時期だからねっていうのもねあったんじゃないですかね、うんうん、まあそういうことにしときましょう。無邪気でしたねあの日は。うん、あすごい、ほらさきこさんファンになりましたとか、あんことか、ね、あんこの扱いとかね。やっぱさきこの嗅覚がすごいから、やっぱこの人は面白いこと言ってくれる人なんだっていうことで今あんこさんに多分球を投げたんだと思います、うん、はい、したら全然帰ってこなかったです。もう逃げちゃった、デッドボールになっちゃった、ごめんね。デッドボールになっちゃった本当に。さあということでお時間もですね、うん、ちょっとギリギリでございますので、このまま、続いてのPR の予告編に行きたいと思います。
続いてはグリーンランドになりますので予告編の後に、感想会となります。大島くんが一回ここで失礼する感じかな。お邪魔して、はい、そうです。でエンディングでまた大島くんお願いします。はい、ありがとうございます。喋りすぎました、はい、ありがとうございます。はい、ということでクワイエットプレイス破られた沈黙 PR ステージでした。予告編どうぞ。彼は科学者ではなく軍人でもなく、どこにでもいる父親だった。 Some of Clark's larger fragments are now expected to enter our atmosphere. This fragment is estimated to impact Earth within 48 hours.Come on, let's go. We're gonna be together. All right, get up. River free. I'm gonna get my family into that bunker. I know you will, Sean. What is it? What's going on? Seek shelter immediately.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  その時あなたは何ができる？グリーンランド、地球最後の2日間。グリーンランド地球最後の2日間 PR ステージ。はい、ということでここからはですね、うん、グリーンランドの、PR ステージとなります、うん、引き続き松井咲子さん、そしてあんこさん来ていただいてます。お願いいたします。お願いします。ここはね、あの僕とあんこさんしか見てないんですね、グリーンランド。あ、事前にはあんこさん、うん、そんなあんこさん、なんかそのなんで様子見ながらあっはっはってなってるんですか。あ、わあ、僕ですか。そうですよ、喋っていいんですよ、あんこさん。あ、ごめんなさい、ごめんなさいね、ちょっと配信よく分かってなくて、はい。なんでどういうこと。いつもやってるでしょ、流れてるんです、これが今。あ、流れてるね。あ、こんにちは、はい。こんにちは、どうしたんだよ。銃口を向けられながら喋ってんの、あんこさん、大丈夫。こうやってね、動揺がすごいですけども。ごめんなさいね、はい、はい。さあ、ということでグリーンランドのね、はい、まあこれネタバレもへったくれもない映画だと思うんですけども。まあ、あれシンプルイズベストというか。そうなのよ。あんこさん、どうでした？いや、僕は面白かったですね。やっぱこのね、こうディザスターもの、この災害もの、これに主演のこのジェラルド・バトラーがこのやるというこの組み合わせだけでもね、もうご飯3杯いける楽しさ、うん、まああるけど、でも今回ね、この最近のこのジェラルド・バトラーといえばね、もうホワイトハウス守ったりとか潜水艦守ったりとかね、この最強の男をこうずっと演じてたんだけど、今回違うんだよね。違う、そこがいいよね。ここがいいのよ。どっちかというと今回あの建築家だったっけ。そうそうそう、なんか設計のお仕事されてんのかな。まあ要は普通に働いてるこの一般人バトラー、これがねまたミソというか、だからこの映画どっちかっていうとこのディザスターもの、要は隕石が迫ってくる中、一般人の方がこのそれこの状況下でどうなるかみたいなの結構描いてて、うん、ここが結構なんか、うん、なんだろう、近い怖さがなんか見てる方も味わえるっていう。そうなんです。あ、これが結構やばかったよね。そう、ほらジオストームって映画あるじゃない、あんこさん。ありました、宇宙ステーション暴走のやつね。そう、あれもなんかジェラルド・バトラー主演なんだけど、なんか、うん、科学者っていうかその人工衛星作ったエンジニアみたいな役なんだよね、うん、そう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 。でどう見てもその首の太さとかがたい的にエンジニアには見えないだろう、うん、うそうなの、多分脳みそより筋肉使ってただろうっていうね。そう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 、絶対これ人殴って整形立ててる人のその体なのに、なんかエンジニアっていういい意味でこのミスマッチというかそのキャスティングが素晴らしくて、今回はもっとこうね、一般的な、さっきあんこさんが言ってくれた通り、もう家族もいてみたいなね、息子さんとね奥さんいてっていう、そうそうっていうところから始めた、あのイメージがちょっとね、アルマゲドン的なディザスター的な感じで、僕も見に行ったんですけど、これね、予告編見たら予告編に出てるんだけど、まあ、要は簡単に言うと、ほら隕石が降ってきちゃってさ、大変なことになっちゃうよ、わあどうしようって話なんですけど、最初の隕石が落ちてきた時の爆風の場面、わかる、
めちゃくちゃ怖くなかった、あそこ。いや、もう本当に、てか映像がすごいよね。そう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 、なんかね、結構油断してるっていうか、なんか最初の隕石こっち来て、なんか、うん、なんともないじゃんみたいな感じなんだよね、最初。そうそうそう、あ、なんならその隕石落ちた、落ちてくるって思わなかったもんね、この人。あ、そうそうそう、なんか通り過ぎるとかね、海に落ちて終わり的な軽いノリで考えてたらみたいな。そうそうって感じなんだよね。そう、だからそこでなんかね、あの普通のなんかディザスター見てる感じじゃない、あれこれはやばいかもって思う第一波が来て、うん、はい、でその後アラート、大統領アラートっていう、まあこれも見ていただいて、そこはね、うん、もうね気まずくてしょうがないっていうか、分かる分かる、気まずい、気まず怖いなのよ、うん、この気になる。なんかほら僕らも日本で生活してると、こう地震が来た時にこうアラームが鳴るじゃないですか、地震の、はいはいはい、そうそうそう、で地震そのものよりこの音の方が怖いよ、ビビるよみたいな、うんうん、あるあるじゃない、あれがね、はいはい、見事に再現されつつ、気まずいよこれはっていう展開がもう最初にあって、そう、結構ね、論理観、倫理論理観ちょっと試されるようなね、倫理観ね、倫理観、ごめんなさい、ちょっと間違えちゃった、ごめんなさい、大丈夫です。そういうのも描きつつね。そうなの、だから、うん、あのちょっとあの人間って怖いなんか結構入ってますよね、随所に。あ、そうそう、でもさ、この映画なんかさらに良かったのが、そう、人間怖いだけじゃないっていうか、うんうん、そう、そうなの、なんかもうあの状況下において善と悪どっちなるかみたいな、その、ね、悪だけじゃないっていう、この善をちゃんときっちり描いてるところもなんかちょっと珍しいとはあれかもしれないけど、なかなかあんなかっていう、うん、そうだよね、だから割とこう前半部分はさ、ね、ちょっとミスト的な人間の嫌なとこみたいのが結構露骨に出てるし、もうジェラルド、もう泣きべそバトラーとか出てくるんだよ、もうすごい、そうそう、すごい涙目になって、なんか、ああもうそんなバトラーかわいそうみたいなとことか、あ辛いわ、もうなんでそんなことになっちゃうのっていう場面が連続するんだけど、ある箇所で、うん、ね、あのテントのねところで出てくる、あっさ、ある人物から、うわーなんか人間っていいなって思えるこう展開がわーっと続いていくというか、そうそうそう、ほっとするんだよね、あそこからね、あーなんか、そうそう、わかるわかる、それは、うん、で、あとね、なんかそうやって、まあそういうのもありつつさ、やっぱこの一般の方が多分どう巻き込まれたかみたいになってるじゃん、だからそのなんかすげえ隕石をバックバックずっと襲ってくるっていうよりか、このなんか交通渋滞に巻き込まれるとか、はいはいはい、なんか、うん、だからそのね、ちょっとある場所に行ってちょっとはぐれちゃうみたいな、なんかそういったところもマジでリアルだなっていうね、うん、そういうのもね味わえるからね、そうなんですよ、そういう、だからちょっとバカディザスターっていうだけじゃない一面がね、うん、すごいあって、あのいろんな実は多角的な楽しみができるよっていうのがグリーンランドなんですけども、うん、サイコさんどうですか、そういう話聞いてる上で。いや、私まだ本当これは予告しか私の中には情報が入ってないので、すごい本当どういう映画なんだろうな、ちょっと怖そうとかいう情報ぐらいしか入ってなかったんですけど、うん、お二人の見終わった率直な感情、こういう感情になるよっていうのを教えてほしい。あ、でもね、最後はそうそう、ね、ネタバレになっちゃうかな。いや、ネタバレなしで言うと、そのもう本当最後の最後のシーンになった時に、うん、あーとはまず思います。へー、思うよね、なんかあんなことになる。まあそうね難しいけどね。そう、あーって思うし、かつスカッととかじゃなく、なんかこう生き残るためにはこうなんつうか自己中心的な行動って必要なんだなとも思うし、でもね、あれを胸クソというよりはあのハートウォーミングというか、そうそうそう、だからなんか家族ものでもあるしね。そうそうそう、家族、めちゃくちゃ家族もの、はい、まあちょっと家庭内がちょっとね訳ありで、ちょっと訳ありインパクト、もう本当ちょっと崩壊寸前なんですけど、まあどうなインパクトって何。いや、家庭内インパクト、衝撃がねちょっとあって、家庭内インパクト、ちょっと訳ありみたいな、訳ありみたいな。ん、何、あ、ごめん、ちょっとむちゃくちゃいいこと言おうかしたらめちゃめちゃしくったな大丈夫、ちょっと間開けます、まだ時間ある、ちょっと間開けてから
もう流していいんですこれは。この波動はいいですよ。わけがいろいろあるんだよね、家族内にもね。家族内もちょっとあって、そこのまあ人間ドラマというか、うん、そこ追ってってもね、結構ヒューマンものとしても感じますね。気になる。そうなんです、これはね、意外とそこらのディザスタームービーとちょっとある、うん、あとあれですよね、ちょっとすぐごめんなさい、名前がパッと出てこないですけど、ジェラルド・バトラーの奥さんにやられてた方、デップの奥さんなんだよね。だよね。あ、そう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 、すげえ綺麗なデップのあの奥様が出られてて、ちょっとこうそのジェラルド・バトラーとの関係もちょっと なんかね、ちょっとだね、ちょっとギクシャクしてる。そうなんだ、ここも言っていいか分かんないんだけどね。これもね、まあその全然ネタバレしてても面白い映画なんですけど、これはただ一応ね、そのマナーとして気をつけなきゃいけないところがありますので、はい、うわ気になるな。いやこれね、ちょっとね、ぜひ見ていただきたいと思っていまして、実はこれも抽選会のプレゼントがございます。おお、隕石かな。隕石でーす。どどーんって重い。そう、咲子さんから紹介お願いします。はい、グリーンランド地球最後の2日間からは隕石ではなく、あのムービーチケを5名の方にプレゼントします。ムービーチケ5名、ありがたい、ありがたい。これ選ばれしているからね、これで、うんうん、これがだから抽選の仕方も最後に発表させていただきますので、はい、これはちょっとぜひね、ただでお金払わず見に行けるわけですから、ちょっと言い方があれですけどね、はい、ちょっとこれはね予約していっていただきたいなと思います。でぜひ劇場で見てほしい、本当作品だよね。そうです、さっき言ったあのブワのとこもそうだし、いろいろ映像がやっぱ本当すごいから、うん、もうなんかね、やっぱ空とか映るシーンが多くて、本当あの空の異様さ、うんうん、あれも味わってほしいよね。その鳥が飛び交っていくとか、そうね、あと向こうの方であれ空の色ちげえぞっていうあの不穏な、うん、あの大画面でね、ちょっと、うん、ちょっとクワイエットプレイスにもちょっと通じるところありますよね。 あるある、うん、そうなんですよ、はい、ということで、じゃあちょっと時間早めですが、あの同じメンバーなのでこのまま掛け狂いの、うん、PR のステージにこのまま移っていきたいと思います。おい、でこれ予告編がないので、もう今画面が切り替わってる状態ですかね。はい、ということで今ちょっとあんこさんお水飲みましたけども、すごい、あのエネルギー補給しました。あのあんこさん別にお水は映ってていいんですよ、そのなんか、いやいいや、ごめんね、画面の外でこう口をこうやってるのにちょっと怪しく見えちゃうので気をつけてください。難しい配信、難しいね、はい、さあということで、ここからかけ狂い PR ステージでーす。イエーイ、イエーイ、ということでですね、あの掛け狂い、絶対絶命ロシアンルーレットがですね、うん、まあ、再公開延期日も決まった上で、まだ、公開されてない状況ではあるんですけれども、ちょっと感想を言っていきたいなと思ってるんですが、実はさきこちゃんもルーレットは見てないけれどっていうところですよね。はい、もう逆にお二人はもう見てるんですよね。あ、なんでそうやって二人ばっかり見てるんですか。それはだってごめんな、さきこ。なんかちょっと彼氏っぽかったな。いや、ちょっとなんか今、なんで見てんのっていうのがちょっとこう浸れるような感じだったんで、街角のカップル見た感じのなんかね、緊張しちゃいました。 あんこさんも乗っとく、すいません、今の彼女っぽい感じ。あ、いいっすか。なんで先に見てんの、バロ。いや、コナンか。コナンじゃないです。あ、コナンじゃなかった。ヒーローの弾丸 PR ステージじゃないんです、ここ。あ、ごめんなさい、間違えちゃいました。気をつけてください。ごめんなさいね、はい、はい、ということで、もその、はい、さきこさん、かけ狂いはどうですか、今までの。うん、めちゃくちゃ好き。あら、リアルタイムでは終えてなくて、配信で後から見たんですけど、うん、もう止まんなかった。いや、わかる、一晩で見ちゃいました。あ、すごいね、一気見したんだ。15話と、あとその後映画、うんうんうん、もう本当に分かりやすいというか。そうなんですよ、そうね、うん、ドラマだと特にね、尺もそこまで長くないし、うん、ポン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 いける
テンポで、うん、一気に見れちゃうんですよね。そう、テンポもいいですし。そうなのよ。で、あ、この方こんな演技するんだみたいな。わかる。なんかあのギャップというかね。はい。なんかだから本当に楽しみなんですよ。そうだよね。ちなみにさきこちゃん、うん、シリーズ見てる中でここ、はい、この人好きだなとかある？推しキャラみたいな。なんか見てると全員好きになっちゃうんですよね。いや、そうなんですね。難しいよね。そう、なんかこうちょっと嫌な感じって思ってても、うん、なんかでもそこに惹かれてって、うん、なんかその人また次出てくると嬉しくなっちゃったりとかして。そうなんですよね。あのドラマの構成的にこう一人ずつね生徒会を倒していくじゃないですか、うん、ジャバミの猫が、はい、でもその、うん、倒される相手もすごくこう魅力的だし、ちょっとこう味方チックにもちょっとなってくる、ベジータ的なね、うん、ちょっと感じにもなってきたりするから。そうなんですよ。うわ、推しキャラむずいよね、うん、難しいな。いやこれでも、うん、どうですか。うわ、誰にしよう、誰にしようかな。いや、いっぱいいるから、ね、一人じゃなきゃダメ。でも、あの、生島さん。はい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 、生島みだり。はい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 、いますね、好きですね。わかる。ちょっと狂気。狂気ね。あの、なんか、うん、みたいな、ね。そう、そうそうそう。あの、ベロの角度がいいんだよね。ちゃんとこう、あのペコちゃんより言ってるというか、あれが、あんな表現がいいんだよね、こう。ペコちゃんより言ってる？なんか、その角度的に、なんか出し方がすっごいね、だから、その演技の異様さがこう出てるのが素晴らしいなと思って。その下の長さもね。長さもいいね。うんうん、こうあれがたまんないのよ。夢子っていう感じもね。いや、そうそうそう。たまんないですよね。あのなんか執着してる感じというか、いや難しいね、確かに、うん、じゃあお二人の推しキャラ聞きたいです、はい、いやーこれね、まあ僕は森川葵さん演じるメアリちゃん、うん、はやっぱりちょっといいなと思いますね。あのこのツインテールのさ、このこうやってこう、はいはいはい、このそうそうそう、それがねやっぱいいし、うん、なんかジャバミ梅子となんか張ってる感じっていうか、うんうん、その感じのなんかね対照的な感じも、だから本当だったらあれすごくこうね、嫌な役っていうかさ、ちょっとこうお高く止まったさ、うん、なんか嫌だな、感じ悪いな、仲良くしたくないなって思う役のはずだと思うんですけど、で森川葵さんが演じることでなんかすごくね、なんかねこう、あ、いいな、ありだなっていう感じがすごいするので、うん、ちょっとね、そこは僕ちょっと推したいですね。うん、あんこさんどうですか。僕はあの水戸夏目さんが演じる、はい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 、あのキャラがもう大好きで、というかあのすごい短い時間しか出てないのに、なんか脳裏に焼き付くぐらいのなんかインパクトをくれるっていう、確かにあの存在感で、周りってこのね、ジャバミユミカとかその浜辺美波さんとかブワーっている中に、はい、なんか残っちゃうというか、うん、なんかね、短いセリフでもあの存在感出せるあのミトさん、あのキャラは相当だなっていう、なんかあのチュッパチャップスみたいなのを加えてなんかスイッチかなんかやりながらね、ここも抱えてやってますね、なんなんなーみたいな、あ、そう、あ、うまい、あれーっていうのがもうせ、あとあの衣装もいいよね、あのなんかカラオケのコスプレみたいな、はいはいはい、空手図にあるようなやつね、空手図にあるような、あれも着こなしてるのもいいですね。いやわかる。いやそうだ、全員ね、本当選べないってさきこさんおっしゃってましたけど、本当ね、全員いいんですよね。そう。で本当になんだろうね、なんか主要キャラがむちゃくちゃ多いのに全員立ってるというか。うん。確かに。めちゃめちゃなんか白い美味しいご飯みたいな、なんか粒が立ってるみたいな。白い美味しいご飯。ちょっと電波が悪いです、アンコさん。あ、本当？はい。あ、今聞こえてます。あ、本当？あ、でもまあ2回言うことじゃないからいいや。あ、大丈夫ですか？あ、まあ大丈夫大丈夫。あとで LINE でください。おい、誰が LINE でやるわ。やるか。誰が LINE でやるわだって。なんかあの僕原作とかアニメはそこまで見れてないんですけど、うん、なんか原作ファンの方からしてもなんかもう再現度がすごいって言ってて、うん。なんか。いや、ただのコスプレショー的なことになってない感じ、もうこう見でいいって言ってます。あとね、コメントでゆうぎくんがアマプラオリジナルでやってるスピンオフの影狂いツインもめっちゃ面白い。いや、わかる、ツインね、めちゃくちゃいいのよ。あ、そうか、今やってるもんね。これ要はメアリさんが
そのジャバミユミコが入ってくる前にどういうことをやってたのかっていうところでどん底からこうスタートする、うん、だからあのドラマさきこちゃんが見たドラマシリーズの最初で浜美波さんが演じてるジャバミユミコさんがこう、うん、這い上がっていくじゃないですか、うん、はい、順番に敵を倒してみて、それのメアリちゃんバージョンみたいな。うーん、でね、毎回ツインはね最後にねなんかこうあの必ず決まってるエンディングテーマっていうか曲が BGM が決まってて、そこにこう合わせてあのメアリがこう敵に対してなんかこう短歌を切るというか長台詞で詰めるのよ、あんたなんてこうなんでしょどうせみたいなのが、それはなんか BGM と合間多分あのわざとなんですけど、ラップしてるみたいなの、フリースタイルみたいな、はい、そこまでちょっと痛快だったりする、ちょっとあの今までと変わった演出もあったりするので、うん、おすすめでございます、はい、さあということでいろいろ白いご飯とかね、いろいろペコちゃんとかもコメントが来ておりますが、ありがとうございます。あんこさん、ルーレット最新作の方の感想も話していこうと思います。あ、はい、いっぱい喋っていきましょう。ねえ、アンコさんいかがでしたか？うん、いや、本当に、まあ僕もその前作のね劇場版から入った1、はい、入ってで今回2こう見たんですけど、やっぱ今回もまあ最高に狂ってましたね。狂ってるね。いい感じに狂ってて、でやっぱ今回やっぱ敵役、うん、このヴィラン、式神マクロカ、うん、この男がいろいろやってくれるのがね、また面白かった。藤井流星さん。藤井流星さんね。うん、がやってるやつ、ね。本当にこういろいろさ、こう主要キャラクターをこうね、倒してって、うん。で、学校のね、なんか全体をこう揺るがす存在になっていく。なんか本当に、なんか外から来たやつが荒らしていくっていう映画、やっぱ面白いなっていう。うん、まああったし、やっぱこの演技も。もう最高だったなって、藤井さんの。やっぱここじゃあれなんだよね、オリジナルキャラなんだよね、劇場用なんかね、あの劇場版に関しては原作なしでオリジナルストーリーらしいですよ。なんだよね、うん、だからさ、結構癖の強い作品じゃん、もう演技から全て、うんうんうん、そんななんかさ、オリジナルの演技やるって結構なことじゃん。それをさ、見事なんだろう、この違和感なくというか、あの世界観にフィットしたキャラを持ったっていうか、うん、わかる。なんかね、あの原作にいたんじゃないのって思う。あれ、いました、2ページ目ぐらいにみたいな。そんな早く出てこないだろ細かい序盤モブだよ絶対そいつ、怖いの、うん、いやでもなんか声もさ、こうちょっと低い感じのさ、うなる感じね、うわーっていうそんなもん、まあ、そんな死にかけてはないけどそれなんかね、その声の出し方とかもね、なんかね、持ってかれちゃうんだよね、こっちがね。そう、持ってかれんのよ。だから演技的な意味でもちょっとこうぶっ飛んだヴィランっていうのもそうだし、うん、その映画のなんかね、映画の構成がなんかそのジャバミウメコによって、うん、もうそのあの世界が変わってしまったというか、はい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 、強弱のバランスが変わってしまった世界で、でそのルールというかその保たれてる世界を崩しに来たヴィランじゃない、式神マクロ。はいはいはい、そうそう。でしかも彼なりのルールみたいのがあって、うん、彼のルールはそのあの学園にいる生徒会長を含めみんなのルールとは相反するというか、その、うん、立ち向かえないルール設定なんでね、式神マクロ自体が。はいはいはい、そうなのよ。だからそれがねすごいね、あのダークナイトのバットマンとジョーカーの関係性にもすごい近くて、うん、だから初めてなんかこうあの学園にいるみんなの、それこそさっきあんこさんが言った倫理観といいますか、はいはい、このここはやっちゃいけない、ここまではやるっていう彼らのなんかこう道徳の部分みたいなものがすごい揺さぶられてこう試される設定になってるし、うん、だ多分ね、さきこちゃん好みな感じがしますけどね、今回の。いやー楽しみー、うん、やっぱなかなかね、怪演って見れないじゃないですか、ヴィランとかのね。いや、そうですよね、うん、じゃあ今までよりもさらにパワーアップしてみんな駆け狂ってるわけですか。そうなんです。そう、なんかどっちかというと、お金もそうだけど結構命もね。そう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 、あー予告からね、結構あれどうなるんだろうみたいな。でしょ、ありました。うん、結構命の重みとで結構生き様とかもね、それ各それぞれが出始めて、すごいラストとかはね、
激アツな戦いに。そうなんですで、かつそのさきこちゃんみたいにほら全部見てるとさ、うん、割とその話の主軸がその生徒会長池田エライザさんが演じる桃神キラリとどう戦うかで、戦えそうなんだけど戦えないみたいな、毎回そういう話じゃないですか、はい、これも予告編で流れてるから言っていいと思うんですけど、今回のその映画のまあ後半でね、もういよいよその生徒会長桃神キラリが降りてくるんですよ。はいはいはい。で初めてこうジャバミウメコと桃神キラリと四季神マグロでこう三つどもえというか、はいはい、そういう戦いになってくるんだけど、そこでなんかね、あのドラマ見てると池田エライザさんすごい雰囲気あるけど、実際ギャンブルは、うん、何が強いの、うん、生徒会長みたいな。確かにそこ見えないです。そうでしょ、まだずっと謎なんだけど、うん、今回の映画のある行動で俺らもうわたぎってしまいますが、こ う, うわ、そうなのよ。たまんないね、あそこね、あんこさん、たまんない。もうあそこしびれるよね、あそこはね。いや待ってましたとか、あ、これぞ生徒会長だからこそトップに君臨してるんだこの人はって思えるね。こう納得させられるというかね。しかもなんか斜め上行くよね、あそこの展開ね。行くのよ、パーンと。うん、なんかこうなるだろうなって思ってたことはやりつつ、うん、あ、そっちなんだみたいな。うわ、見たい。いや、ここもね、ちょっとたまらないんでございますね。うん。そう。ということでですね、いろいろちょっと今喋っているんですが、実はかけぐるいさんからも抽選プレゼントいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、リボルバーかな。あ、どうかな。さっき隕石がなかったからここでリボルバーかもしれませんよ。あ、どうだ。うん、じゃあさきこさん紹介お願いいたします。はい、映画かけぐるい絶対絶命ロシアンルーレットからはリボルバーではなくリボルバー？リボルバー？リボルバーなの？聞いてないよ、リボルバーあるって。ちょっとあの物騒なものは。食べるね。ないです。あ、はい、ちょっと特製タオルとクリアファイルのセットを5名様に、はい、そしてクリアファイルを5名の方にプレゼントいたします。はい、これが今僕が持ってるのがクリアファイル、可愛いサイズのクリアファイルになってます。かつタオルがね、また良くてですね、うん、長いタオルなんでちょっと映るかな、あ、いいですね。本当に面白いわね、桃神キラリということで、これ生徒会長の名台詞が、いい、すごい。一種類、いえ、実はこれ何パターンかありまして、誰の台詞になるかは当たらないとわからないという。うわー、すごい。かけぐるいましょうとかもね、どうかあるかな。あるんじゃない。あ、パニュパニュはあります。パニュパニュは なかった。いや、確かにかけぐるいに出てきそうな制服っぽい赤だけど確かに。でもすぐポチになる。うん、家畜ね、ポチ、うん、家畜、家畜、家畜。鎖かけてないけど大丈夫ですか。いや、まだ負けてないんだよ。負けてないのか。戦ってんだよ、まだ。戦ってんの、勝ちの途中ですよね。勝ちの途中ですよ、本当に。そうなんです。はい、これを、皆様にプレゼント、ね、豪華商品でございますので、この後、うん、ちょっとしたら、先ほどの他4作品の景品も含めてですね、ちょっと皆様で、どういう風に当たるのかを改めてご説明をさせていただきますので、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、ここでも言っていいのか。はい、すいません。なので、さきこさん、はい、ここで改めて5作品の景品の紹介かつ、応募フォームのことについてご説明お願いしてよろしいでしょうか。はい、それでは改めまして抽選会で当たるグッズご紹介いたします。はい、まずルローニケンシン最終章ザファイナルザビギニングからはオリジナルクリアボトルを5名様にプレゼントです。そして地獄の花園からはオリジナル T シャツを5名様にプレゼントいたします。うん、そしてクワイエットプレイス、はい、あ、順番がグリーンランドですね。グリーンランド地球最後の2日間からはムビチケを5名様に。はい、今画面に画像が出てますので皆様に伝わってると思います。はい、はい、そしてクワイエットプレイス破られた沈黙からは1作目のブルーレイとマスク2枚組、あ、うん、マスク2枚のセットを3名様に、オリジナルベストとマスク2枚のセットを1名様に、はい、
そしてマスク4枚セットを3名様にプレゼントです。見事豪華。はい、そして映画かけ狂い絶対絶命ロシアンルーレットからは特製タオルとクリアファイルのセットを5名様に、さらにクリアファイルを5名様にというね、もう大盤振る舞い。いやー、大盤振る舞い、まさに大盤振る舞い。本当すごいな。はい、さあそして応募方法ですが、ここから大事だよ。はい、この配信ページの概要欄にございます。応募フォームにアクセスし、必要事項を記入しご応募ください。はい、でその際に必要となるキーワードというものがあるんですけれども、なるほど、このキーワードがないと当たらないんですよね。そうなんですよ。斉藤さんどうしますか、このキーワードは。どうしましょうかね。まあ候補としては松井咲子イッカーマンチャンネル。かなとは思うんですけども、だいぶ特殊なワードですね。うん、いやもう咲子ちゃんね大活躍でございますから。いやいやいや、それでもいいかなと思います。松井咲子ウィッカーマンチャンネル、それにしましょうか。ちょっと今スタッフで揉めてます。そりゃそうだ、そりゃそうだ。ざわついてます、ざわついてます。ちょっと大丈夫ですか。でもいいですか。あ、大丈夫です。あ、表記は別にね、あの、ま、間違っても別にいいですよね。テロップ出します。あ、テロップ出るそうです。あ、ありがとうございます。テロップだけでも面白そうだな。うん、松井咲子ウィッカーマンチャンネルを必ずキーワードに入れる場所があるので。まさか入れていただいて、キーワード、はい、フォームに記入していただければ抽選で当たるというウィカマンチャンネルを応募、はい、そうです、ご応募ください。で、応募受付が本日5月8日中となっておりますので、皆さんお早めにご応募いただければなと思います。はい、今日中ですよ皆さんね。お、たくさんのご応募お待ちしてます。お待ちしてます。いきます。さあ、ということでちょうどお時間でございまして、かけ狂いの PR は半分終了という感じですね。お、なんだ、おの、ちょっとですね、皆様、他の今日集まっていただいている全演者さん、ここでここに参加していただきたいと思います。ちょっと待ちの時間になるかな。大集合、続々とアッセンブルしてましょうよ。あ、なんかもっちゃん側から声が聞こえる。あ、本当ですか。もっちゃんの声で、ちょっとあ、本当だ。ざわざわ声が。さあ、ちょっと皆さんちょっとお待ちくださいね。さあ、ということでちょっとあっという間でしたね。ね。PR 一気に終わって。しゃもう喋んじゃず完全オフの状態。ちょっと間違え。元ちゃん鼻かくのやめてください。何何。オフ感がすごいのよ。映ってんのか。映ってます。もうジェンガで2連敗して腹立ってんの。あ、ジェンガやってたの？そうそうなんですよ。あ、いいな。いいな、そっち行きたいですけど。あ、バラバラでね。マッチ。ウィッカーマンチャンネル。パワーワード。応募する気満々やんけど。クリアボトルをね。はい、欲しすぎて。だってあゆみんもね、ルロケンの欲しいっつってたね。それはあの応募を私もします。あ、応募してください、ぜひ。フォームがちょっとわかんない。そう、ちょっと待って、これもう見えてんのみんなに。そうちょっと待ってよ。あ、皆さん入ってきました。ユギ、音がミュートになってますね。アリコンさんがオーさんもイクチュンも、すいません、みんなミュートになってる。お久しぶりユギくん。僕応募しましたよ。応募したの？どれ応募したの？かけ狂い。かけ狂い。マジで欲しいんだよ。いや欲しいよね、わかるわかる。え、このメンバーもちゃんと当たるんですか？どうですか、当たりますよね。これランダムじゃないですか？抽選ですか、ね、抽選です。なのでもしかしたらガチで当たるかもしれません。え、どっから抽選応募できるの？これ後でちゃんと共有しますから、慌てずに。ラインでね。概要欄からツイッターでも言います。ツイッターでも、あ、公式ツイッターの方で詳細書いてるそうなので、そこからもお願いいたします。はい、いやいやいや、こっちや。今映っちゃったオフのしゃべんじゃんさんが完全にあのアベンジャーズの最後にハンバーガー食べてる時の感じでしたね。
一作目の最後なんか確かにそのでも鼻かいてましたけどねハンバーガー食べずにちょっとアリコンさんありがとうございます戻ってきていただきましていやどうも先ほどありがとうございましたありがとうございますありがとうございましたいやもうすごかったです最高でしたいや適当なあのアリコンさん急に背景がなんかんでそんな独房みたいな背景でしたっけアリコンさんいやもう人生という名の独房ですよ本当に、ね、いやそんな何おっしゃるんですかこんなことないまたサウナ連れてってくださいアリコンさんぜひあ行きましょう行きましょうはい、はい、ということでこれでいいんですよね、はい、皆さんお揃いで全員集合ねえそうですオッケーこれエンディングなんでちょっと皆さんのね今日一日の感想もお聞きしたいんですけども、うん、ちなみにごめんなさいガオーさんのマイクずっと持ってるの前ずっと気になってたんですけどずっとですよ僕あの 声が通りにくいからあマイクにしてるんですよいつも持ってないよねスタンドだよねいつも持ってないと思ってないいつも違うマイクなんですけどこの日のために出してきたんですよすごいタモリさんみたいなタモリさんのタイプなんか画面だけ見てるとガオーさんが仕切ってくれる感じがすごいです確かにちょうどなんか角っこにいるからそうなんですよはい、じゃあということでちょっと一度お集まりいただいたんですけども実はですね、5月8日の本来だったら今日、ミクサライブ東京で、皆さん集まってですね、やる予定だったんですがそこに実はある方からメッセージ動画が来ているんです何ざわざわで本当はイベント会場のみで流す予定だったんですけども特別に許可をいただきましてこの場をお借りして流してかつその後ツイッターでもアップしていいということでございますのでちょっとみんなで見守りたいと思いますじゃあ準備はできてますかスタッフ様はいということでじゃあ本来であれば現場で流れる予定だったとある方からのメッセージあそうだごめんなさいゆっこさん実はちょっと諸事情仕事の諸事情でちょっとこれじゃないですごめんなさいそれだけ言うの忘れてました気になる方いましたねすいません、はい、コメント欄でねみんなゆっこさんどこってなってますねすいませんごめんねそうだよねごめんなさいはいということで改めましてごめんなさいある方からのメッセージ動画ですお願いしますす第1回東京シネマ文化祭のご参加の皆さんこんにちは浜辺美奈美ですあの私ラムちゃんとは映画でご一緒させていただいたことがあって今もあの DM とかやりとりを結構撮らせていただいてて私自身すごく大好きな人なのでなんかいるんだと思ってすごい嬉しかったですラムちゃんねえ本当に嬉しくてかけぐるも試写で見てくれたって連絡があって本当にいい子ですね嬉しいですああのラムちゃんの皆さんがそのやってる YouTube のチャンネルも拝見しててかけぐるのこととか私自身のことも話してくれたのを見てすごく心が高くなりましたご登壇の皆さんそして会場のラムちゃん、かけぐるのご紹介本当にありがとうございます、これからも応援していただけると嬉しいですまたお会いできたら嬉しいです映画かけぐるい絶対絶命ロシアンルーレットが全国公開中ですギャンブルの強さで生徒の階級が決まる私立百花王学園で禁断のバトルがついに開幕です今回のバトルは生死がかかったロシアンルーレットとなりますのでこれまでのシリーズとは段違いにスリル満点です皆さんもぜひ劇場でご覧いただけると嬉しいです以上浜辺美奈美でした、はい、私も本名になってて心配されたはい以上でーすなんと今回はかけ狂い主演ジャバミ夢子役浜辺美波さんからコメントいただきましたおめでとうございますすごすぎるすごいやば美波ちゃんびっくりで はっきり東京シネマ文化祭って言ってましたからね美波さんがあとはっきりラムちゃんって言って今ラムちゃんがいませんそうなんだラムちゃんいないねどこに行ってんだといういや遊戯テンション上がってましたねいやえぐいでしょえぐいよねこれなんで俺かけぐるいのあの PR のとこいないんですかいやごめんやっぱその一応縛りとして見た方っていうねことでやっちゃいましたいやもう爆発しすぎると思うんで本当はねあの現場の本番延期しなければ遊戯もね PR ステージ出る予定だったからねそうなんですよね
そうなんです。いやでもより一層楽しみになりましたね。いやそうなんですよ。ぜひちょっとね皆さん見ていただけたらと思います。この後ツイッターでも共有をねさせていただき、あ今流してるツイッターで、はいということでございますので、あれ皆さんありがとう。皆さんのおかげでこんな素敵なコメントが出ましたのでありがとうございます。そうなんですか。そうよ。俺らのおかげなんですか。そうだよ。いやいやそのそこは触れないでよ。そこさ、はい、さあということで以上すべてのプログラム自体は終了しました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。せっかくなのでなんか感想を一人ずつ聞きたいなと思ってましてなんかシャベンジャーズルームがすごい楽しそうなんで後の方にしますね。ちょっと楽しそう、楽しみ中なんで、はい、じゃあちょっとあのガオさんのスタイル的に今喋ってんのかなって毎回思っちゃう。毎回あれミュートみたいになっちゃうので先にガオさん済ませるって言い方してるんですけど、ガオさんどうでした今日は。いやありがとうございました。貴重な体験というかですね、まあ、これちょっとリレー形式の ね生配信に参加させていただきまして非常に楽しかったです。うん、ありがとうございました。ね、またやりたいですね。やりたいですね。まあ、本番もね、まあ、ちょっと延期になっちゃったんですけどもね、もうガンガン盛り上げていきましょう。はい、ちなみにガオさん、オリジナルマスク作ってるっておっしゃってたじゃないですか。はいはいはい。それ本当は今日発表の予定だったんですよね。そうですね、本当は今日本番があれば本番の日に発表でしたね。うん、どうなんですか現状、どこまで出来上がってるんですかマスクは。何も進んでないです。何も進んでない。もう延期が決まった時点でもう何もやってないんでちょっと。なるほど。そこからね、いろんな MC のニュースとか忙しかったですもんね。ちょっとバタバタしちゃって、でもちょくちょく進んでるんで、まあ、本番までにはね完成させて新しいマスクで皆さんの前に立てればと思いますので、そちらもお楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあそのまま遊戯くんいいですか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕今日オープニングから投資で全部オープニングに参加して、そこから僕は全部見てたんですけど、はい、やっぱこのお遊戯室の時間帯が一番カオスでしたね。そう？何があったの？配信とかのリモートイベントとかで起こりうるあらゆるハプニング僕が全部しょったなっていう。そうなんだ。一旦5を全部僕がしょったんで、皆さんあとは落ち着いて見られて。そうなんですよ。申し訳ないことに遊戯以降内容も含めて充実し始めたんですよね。そうなんですよ。でも楽しかったね遊戯ね。お祭り感があってすごい僕は楽しかったです。ちょっとぜひまたあの遊戯の方のチャンネルでほらみんなで協力して紹介したね動画のリレーね、映画紹介リレーありますから、それもぜひ皆さん見てください。あ、お願いします。ちなみに遊戯くんのね今映ってないですけど部屋すごい汚いので皆さん言わないでください。ひどいんだよ本当に。ここで片付けたんですか。思ってる5倍ぐらいひどいから。いや本当カメラくるっとしてよ、カメラくるっと。いや事故になっちゃうこれカメラくるわ。バンされちゃう。バンされちゃう。さあ怖いです。はい、ありがとうございます。じゃあありがとうございました。大島くんいかがでしたか今日は。はい、このチャンネルのね登録者がじわじわ増えてるのがすごいいいことだなと思って。今何人になってるの。今478人なんですけど、まあ多分昨日とか100何十人とかだったと思うんですけど、まあ今後ねこのチャンネルを使ってこうみんなで遊びができるっていうこの場所として育てていくっていうのがすごいあの価値のある財産になることだと思いますので、いいコメントね、登録しないで見てる人はねぜひ登録してほしいなと思いますね。やっぱ一人のチャンネルじゃできないことをみんなでやろうっていうのがですね、このイベントのそもそものコンセプトだったりすると思うので、それが開催が中止になっちゃったとしても場が育つっていうのはめっちゃいいことだと思いました。すいません、あの校長先生みたいな。大島校長ありがとうございます。避難訓練とか始めないでよ大島くん中心に。はい、避難訓練もね大事ですけれども、まあ本番はねその僕も含めて芸人がいっぱいいますから、舞台には舞台の楽しさがあると思いますので、ぜひねそちらも開催が決まりましたら劇場に、あ、会場に足運んでもらえればと思います。ありがとうございます。素晴らしい。ちょっと順番間違えたの。大島あんこさん最後にしようと思ったんですけど、最後、最後俺最後よかった。もう本当大島くんの後は一生 NG です。一生 NG 気をつけます。じゃああんこさんどうでしたか今日は。うわ、言ったわけないと思い。ずっと音割れしてんのよ。音割れが
楽しかったです。やばいやばい。激やばい。いやでもねこういった機会も本当なかなかないし、まあ、これは前夜祭なんでね、もう本番はこれ以上絶対楽しいと思うんで、うん、やっぱこの生でこのね楽しさを味わってもらえたら、うん、一生多分本当に走馬灯に1ページ残るぐらい楽しい、まあ、我々が残りますのでぜひお願いします。はい、いやだってあんこさんはねその生のライブだとより力が出るタイプじゃないですか、もともと。あ、そうです、多分本当笑い死に一人出るぐらいの爆笑モード、はい、配信8割力そがれます。いやそうなんですよ、はい、この前もねだって同じライブで僕を亀甲縛りするネタで爆笑取って、言うなって言うなって言うなって、言うなって、いやネタ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 、はい、最近マイナスプロモーション多い。すごい、OL みたい。ほんと、サイトダメだぞ、ほんとに。ごめんなさい、失礼しました。はい、いやいや、でも、アリコンさんが小さい声でどういうこと、どういうことって食いついてくる。気になるよね。やめてください、アリコンさん、ちょっと。今日一興味あるよ。ですね、映画でしょ一番は。そうなんですよ、だからぜひね生がありましたらぜひ来ていただきたいということですね、うん、ありがとうございます。もっちゃんいかがでしたか今日は。はい、あっという間でしたね。まずね、そして実はこのなんかリレーケースで生配信をしようっていうアイデア自体はコロナが始まった1年前ぐらいに1回ちょっとアイデアとして出てたんですけど、うん、なかなかその時は実行できなかった中で、ようやくこう1年越しにね、しかもこう東シネ祭の前夜祭っていう形で開催できて、うん、楽しかったですし、ちょっと文化祭の前夜祭感というか、うん、この本イベントがありつつのちょっとワクワク感みたいなのを味わえたので良かったです。ね、なんでこれね登録してる人全員やっぱ本番は来ていただいて、いや本当そうですよ、盛り上げられればいいなと思いますね、うん、だってもっちゃんがリレー方式をしてくれたもんね今回も改めてね。そうですね、でも当初は柿沼さんがやろうって言ってたんですよね、今日いないですけど。あのね、そうなのよ、まあ多分来ないだろうなと思ったんですけど本当に来なかったんでちょっと残念ですね。来るかもなって言って来なかったですね。まあまたね、またやりたいね本番前にね、またちょっとこういう形でね、うん、そうですね、前夜祭リアル前夜祭もやりたいですね。やりたいです、はい、ありがとうございます。もっちゃんありがとうございました。すいません、じゃあシャベンジャーズそちらのチームの皆様いかがでしたか、はい、今日は楽しかったです。楽しかったですね。楽しかったです、はい、こちらからは以上です。早いね。早いなぁ。まあ楽しそうだから良かったですけども、はい、じゃあ本当に今中心にげんちゃんがいるからいいっすね。なんか和服の人が真ん中にいるっていうのはなかなかいいですね。分からへんってみんなってるんで、そうかそうか、せーの、そっちやねん。最後に最後に改めて言います。あ、T シャツがあるっていうの、はい、なんでちょっと今間違えちゃってますね。始まる前にちょっとお願いします。最後に改めて紹介しますので、ご登場お願いします。その時に力を借ります。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ有村昆さん、すいません今日は。いやいや本当楽しかったです。まさかの松井さんの生ピアノでバックトゥザフューチャーを聞くことができるとはっていうのが一番、いや本当そうですよ、ありがとうございますね。ララランドも楽しかったです。はい、いやあれなんか僕今回のそのまあ、もともとはね当社イベントでみんな集まってっていうので、お客様も今ご覧になってらっしゃる、まあ、皆さんも集まってですね、本当はできたら一番良かったんですけど、逆に今日はなんかこういった意味ではこうリレー形式でみんなでこうトークをつないで、まあいい予行練習になったんじゃないかなというふうに僕は思ってましてですね、逆に良かったかなと思ってます。はい、でまあ今日本もねコロナのワクチンがちょうど出始めて、まあ、これからこの1ヶ月2ヶ月かけて急速に広がってくると思うんで、まあ皆さんようやくねこの我慢した時期が、立て直してます。ライブストリームはオフラインですってなってますね。そうなんだよね。あら、何だそれ、いいとこだったのに。戻りました。いやいや、これ2回目言っても滑るだけじゃんこれ。すいません、いやちょっとでもすごいいい話だったんで。大丈夫ですよ、あのちょっとワクチン一番聞いてた僕の
はい。え？あ、今戻ってきたっぽいっすね。戻ってきた。多分一番いいところ、一番いいこと言う直前に切れた気がしますね。ワクチンが何でしたっけ？あ、映画ワクチンどこっすよね？映画ワクチン。ネタバレ、ネタバレやめろ。みんなで総括するじゃない。あの、まだ苦手なもんでごめんなさい。いや、なんで、皆さん、ファーストリアクションでお願いしますね。どうこうあの、ということでね、とりあえず、あれですよ。本当2回目ってこれ難しいな、これ。そのままで。すいません。そのまま言ってください、理事長。お願いします。いや、でも本当、あれですよ。今ね、コロナで、本当、映画業界大変ですけど、エンターテインメントの炎の灯火は消さないという意味で、今日はネットでですね、皆さん、お客様も、そして我々もね、こうやってつながれて、まあ、一つ、リレーをつなぐことができたんじゃないかなというふうに思ってますんで、ぜひ次の本番の時はみんなでですね、もうワクチンを打って、こう笑顔で集えたらなと思っておりまして、まあ何より映画が一番のワクチンじゃないかなと私は思っております。なるほど。2回目のアッセンブル。よかった。素晴らしい。素晴らしい。映画ワクチン。一番のワクチンです。シネマティー、なんで3回言わせるんですか。なんで3回目言わせるんですか。何回も言わせるんですか。何回も言って滑ってるみたいだから本当に。いや、それでも素敵なハッシュタグ映画ワクチンでいろいろ感想言いましょうみんな ね。すごいね、映画祭の先生みたいに見えるってなってるのこれ。いや、そう、いや本当そう、こう、ね、さっき大島くんが校長先生でアリコンさんが理事長って感じですいや変だけどな。もうだって僕が一番年上でしょ、だってこの中だと。あの、そうです、源ちゃんと同い年ですね、柳生さんと。あ、そうなんだ。僕世代一緒なんだね、高橋名人世代ですね。そう、高橋名人世代ですよね。エボタン連ですね。そうそうそう、はい、ありがとうございます、有村コンさん。ありがとうございます。じゃあそして今回ね、本番も来る予定で、また今日もわざわざ来ていただいた松井咲子さん、あ、はい、いかがでしたか今日一日。いや、まずは長時間見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当だったら池袋でみんなで集まれる予定だったんですけど、まあ、それが延期になってしまいまして、うん、まあ、でもこういう形でそれぞれの場所から皆さんとつながれたのはすごく嬉しかったですし、ね、私学生時代からそのアイドルをやっていたので、文化祭とかこうサークルみたいなものを参加したことがなかったんですよ。おお、なるほど。そうだから、なんか今日はそれをなんか精神を取り戻したみたいな感じで、とっても楽しかったです。あら、名言、嬉しい。とっても楽しかったですし、初コラボ、皆さんのいろんなコラボが見られたのもすごく貴重でしたし、ね、はい、これでまた延期してさらにこう実際に皆さんとお会いして、さらにディープな映画のお話をいろいろできたらいいなととても思いました。いや、おっしゃる通り、ありがとう。本当に楽しい時間ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。いや、松井さんお衣装が毎回変わられてましたもんね。そうなんです、ちゃっかり全部出番ごとに変えてんすよね。本当だ、変えておりました。さっきジョーカーでしたね。素晴らしい。今なんなんですか、今なんですか今これ一番大好きと言っていたホーリーマウンテンに出ました。最後はすごい、ホーリーマウンテン T シャツあるんですね。そうなんですよ。次回はウィッカーマンの T シャツ着てね。音割れてる、ね、音割れてるな。あーってなって扇風機の前で撮ってます。本当だ、すごい、はい、ブツブツなってる。多分今回アイドル好きの方とか映画にそこまで詳しくない方も見てくださったと思うので、よかったら皆さんそれぞれのチャンネルも最高に面白いので、ぜひ登録の方お願いします。ありがとうございます。今日ありがとうございました。いやいや、また最後に斉藤さんじゃないですか、やっぱり何ですか、素敵なコメント。最後の最後で素敵なコメントっておっしゃいました、源ちゃん。はい。ありがとうございます。はい。はい。いや、ちょっとぜひね、延期日でもしね、また咲子さん来てくださるのであれば、ぜひ来てください。よろしくお願いします。いいとも。あ、いいとも。あ、ごめんなさい。いいとも。つもりじゃなかった。セリフいいとも。ちなみにこれ一応ガオさんが実は昔握手会で咲子さんと握手したことあるんですよね。あ、そうですよ。あ、その時は。あの時の人だ。
思う。いや、わかんないします。その時はこれですよ。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございました。そのなんかこのタイミングで、ね、お会いできたのなんかすごい奇跡というか。嬉しいです。なんかもうまためっちゃ高ぶってます僕は。よかった。ありがとうございました。ありがとうございます。その説は。うん、前両手に持ってますもんね、ガオさん。そう、なんか大事そう。あと、よりマイクが近くなって割れ始めちゃったから。すいません、すいません。興奮して。だって本番ね、本当リアルで会えるかもってなった時、だいぶワクワクしてましたもんね、ガオちゃんね。いや、もう本当ですよ。もうワクワクだったんですけどもね、まあ残念ながらになっちゃったんで、まあね、リベンジでちょっとワクワクもっとしておきます。そうですね、ちょっともし本番があれば。なるべくガオさんとサキコちゃんの楽屋、はい、あの話しておくようにします。なんでなんで。何かあると怖い、ね。隣でいいぞ隣で。大丈夫、新成年ですからね。ありがとうございます。はい。ということで、今すべて終わったんですけど、実はグッズが作られておりまして。あ、マジで？そうなんです。何のグッズ？ミスを取り返そうとしてます。先に取り返しますか、じゃあ。実は今シャベンジャーズのあちらのチームが着てるもの、あと僕が着てるものが公式 T シャツになります。あ、ユウキも着てくれてる。欲しい、かっこいい。ほらめっちゃかわいい。あ、いけてる。今ユウキ後ろ向ける。そう、今全チャンネルのキャスト、すごい、エンドロールみたいに全キャストのチャンネルが。ユウキもうちょっとちょっとずつ立てる？エンドロールみたいにゆっくりゆっくり立てる？あ、そうだ。それで有村コンさんもお名前入れさせていただいてます。あら、ありがとうございます。すごい。そうなんです。これを本当はね今日販売する予定だったの で、 しかもね素材がだいぶこだわっておりまして。かっこいい。ね、着心地どうすか、シャベの皆さん。そちらめっちゃいいし、なんかね生地が本当にちゃんとしてる。そう、肌触りですよね。そう、着てて。そうなんです。ヘビーウェイト、ウェイト T シャツ。ヘビーウェイト、ヘビーウェイト T シャツと言います。生地がね、厚みがあるんですよね。そうなんで、だからしっかりしたものだし、あと、大きいサイズ、ワンサイズなので、女性もこうブカッと着るような感じで。あ、そう、あゆみんがだいぶほら、かわいいでしょ、あの感じ。かわいい。ワンピースみたい。そうそうそう、そうなの。ズボン脱いだ方が分かりやすいかも。ちょっとその急に大胆発言するじゃない。これ何、当日買って来て見れるってこと？そういうことです。あと我々出演者もみんなこれを着てね、フェス感出そうかなっていう感じ。分からん。やっぱね、 T シャツのアレンジが文化祭の醍醐味ですからね。うん、めっちゃいいね。楽しんでますね、文化祭。だったね、ちょっと楽しんでますよ。なぜかこうね、この T シャツの裾をこうシュシュでね、止めたりしてましたからね。はいはい、ここね、ここをね。楽しそう。今考えるとよくわかんないんですけど。なんで縛ったんだろうっていうね。はい、そして、プラスもう一個、アクリルキーホルダーも実は、グッズになってまして。見たい。これ嬉しいかな。画像出してますか？もらってない。まだ配れてないんです。これ3種類色が。斉藤さん、多分手を後ろにした方が見やすいです。早く見せ。ユーチューバーらしく。これで。手でちょっと待って。美容美容系ユーチューバー。やばい。早く見せろ。アンチコメが。アンチコメがタイプから。ほんまや。かわいい。あ、なんかネオンっぽいんだね。そうなんです。なるほど。私青。紫。青。ちょっとこう分厚めの分厚め仕様になってます。かわいい。かわいい。かわいい。はい、こちらもですね、当日販売予定でございますので、定期日楽しみにしていただけたらと思います。単品？え？単品？三つセット？単品ですよね。単品で色選べるんでしょ。選べます。なるほど。また販売情報は追って出しますので、皆さん楽しみにしててください。でもお高いんじゃないんですか？うまい。すいません、まだ金額言っちゃダメらしいです。成立せず、流れごめんなさい。公式発表お待ちください。はい、お待ちくださいというところですね。あとは大丈夫ですね。あれ、これは、はい、ステッカー。何ステッカー。あ、そう、ステッカーはね、はい、無料で配布です。やった。当日各 YouTuber さんのと、あと
外部のこういうねいろんなお店店舗が出るんですけども、当日その店舗でグッズを買っていただいた方に必ずお配りするという。あらまあ、なんでこれ自体には値段はつかずにですね、購入オプションとして必ずつくおまけになってますので。おお、あらすごい。これも可愛いのでぜひねお買い求めください、うん、はい、ということでお疲れ様でした。え、今最後、いや、やっぱ最後さ急に下手になる。あ、有子さんなんすか。斉藤さんの一言でね、やっぱいただきたいですよね。一言、はい。あ、うん、本当ですか。斉藤さんに締めていただかないと。いや、ちょっとそうなんです。僕スタッフさんと今囲まれて朝からやってるんですけど。お疲れ様です。いや、とんでも全然、それで本当はねこう4人ぐらい今スタッフさんがいて、ちょっとゲラじゃないけどそのディレクター笑いみたいのをちょっと入れていただく予定だったんですね、割と、うん、なんですけどトラブルが起きすぎてみんな怖い顔をしてましてですねちょっと変な汗をかきながらの半日というか、で一生懸命こう和らげようっていうことを言ってるんですけど、こう現場がゼロ笑いだったものでちょっとはっきりとやりづらかったです、大変にまあだからもしこの、ね、配信のこう今遅いんですよ、今遅いんですよ、遅いな、遅いんです、はい、でも配信の練習ができたということだと思うんで、次はね笑い入れてもらえればと。なるほど、先生ありがとうございます丸く収める、はい、でも今日本当におっしゃっていただいたように、そのちょっとこう練習がてらすごいいろいろなことができたし、うん、あと再生リストね作ったおかげで結構僕も全部見てたんですけど、ほぼ見てる方がそのままごっそり次にこうどんどんこう、確かに確かに、ね、移動していくような感じで、うん、200から300、たまには400手前ぐらいの方々が常にこう全チャンネルをこう見てくださっていたので、なんか面白い試みができてすごい楽しかったなと思いましたので、ちょっと次ももう一回本番前にガチ前夜祭やってね、ちょっとねリリコさんとかね、もし可能ならお呼びして、うん、なんかこうやれればいいかなとかね、はい、思ってます。はい、特に深い意味はありません、リリコさんに大丈夫です、こっちもそんな笑ってないので大丈夫です、はい、ちょっと分かりづらかったです、ごめんなさい、はい、はい、なのでちょっと、ね、皆さん今日はありがとうございました、わざわざお時間取っていただきまして。なのでせっかくなので最後なんかやって締めましょうか。決めて、スクショはスクショタイム。あ、そうだ、スクショタイム、ね、ああ、さすがやばい、名前直したい直す、ああ、私もだ。そうか、これでもなんか直し方わかんなくて、まあいいんですけどね。どうやんの直し方、これに隠してるわけじゃないんで。 Google のアカウント名と同じになっちゃってるみたいですね、うん、そうなんですよ、しかも変更ができないって、ね、なんか変えるの時間かっちゃうらしいから、そのままでにします。わかりました。いいですか、じゃあ皆さん隠しておきます、手でカメラ目線で、イエーイ。どうかな。あんこさん。あんこさん。いつもの表情になってます、あんこさん。普通の声でも割れるような。マジやばい。溺れてる。ひどいひどい。溺れてます。あ、喋れなくなりました。ホワイトプレイスでした。バリバリです。こんなにマスク活躍する瞬間ないですね、これ。ないですね。便利ですね。はい、うん。ということで、スクショタイム以上でございます。はい。あと大丈夫ですか、皆さん。ご要望ございます？大丈夫ですね。はい。ということで、ご覧の皆さん、そしてお集まりの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お会いしましょう。感想、ま、ツイートお待ちしています。お願いします。さよなら。さよなら。バイバーイ。